歯周病はサイレントキラーなんですよ。あ、こいつ口くせえなと思ったら仕事しない。正直口が臭いのに放置してるやつは相当意識低いっすよ。成人の3人に2人は歯周病であると言われています。歯周病は40代50代になってやっと気づく人がたくさんおられます。気づいた時にはもう相当進んでいるというのが現状です。なんとか早くから予防に努めていただければと思います。歯磨きを毎日続けることの方が大事ですよね、うん、この間ドルツいただいて使ってます。え、めっちゃいいですよ。柔らかいとなんか結構入っていく感じがする。歯磨きの時間が短くて済みますよ。時短も一つの歯磨きを毎日やるインセンティブにつながると思うんで、そういう意味でもいいと思う。ドルツは歯科医師が推奨する横磨きができる唯一の電動歯ブラシです。毎日のオーラルケアのツールとしてぜひお試しください。